of Rock。東京ヘムから全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック。あさって金曜日は世界の終わり先生によるセカワロックスなんと拡大スペシャル。校長の富山です。ロックのスペルは LOCK。 セカワ先生から素敵なプレゼントもあります。京都梨田です。さあ、そして今夜の生放送教室には史上初の2階級王者、新生 K-1 のカリスマコットたけるです。よろしくお願いします。次は行きましょう。そうですね、そうですね。今日だからもうずっと堂玉からね、はい、本当にスクールフォースにいてくれたりとか、はい、そうですね、か10問中0問という、びっくりしました。自分でもびっくりしました。もうちょいいけると思いました。そんなできないと思わなかったです。まあ今日はね、たける先生を迎えしてお送りしている今夜の授業は、夢を叶える強い気持ち、すなわちドリームオブユアハート。あらだす。いや、あの、武田先生、あの、言い方が良くなって、ね。練習するのやめてもらって。いや、もうさっき休憩の間ずっと練習しちゃうじゃないですか。ものすごい小さい声で、ドリームオブユアハート。ドリームオブユアハート。やめてもらっていいですか、練習も。もう次はまあ、かっこよく言いたかったんですよ。そもそも英語間違ってるんで。かっこよくなったんですよ。決まったところ。これ覚えても使えてないですね。使えないんですよ。あ、そっか。今日はまあ、ドリームオブユアハートということで、生徒のお前のこの夢とか、うん、挑戦したいこと、今していること、はい、どうしてもあと一歩が踏み出すことができないと、うん、いうことなどを、たける先生と話聞いて、はい、もう最終的には強烈な前切りで背中をね、押してくれるっていうことで。いや、やばいやばい。フルスイングで、フルスイングで。やばい、死んじゃうみんな。バッコシ行って。やばいやばい、立ち直れない。くなっちゃうから、それでもうちょっと柔らかい形で、それでみんなでニヤニヤしてバイバイって言う。いやいや、笑えないから向こう。それでいきましょう。それでニヤニヤ大事ですもん、やっぱね、武田先生ね、はい、ニヤニヤ大事です。あの笑顔って大事なんですよ、やっぱりね。はい、試合中も今もだってね、素敵な笑顔でね、ずっとニヤニヤします。これで前蹴りされるんでしょ、やだよ。怖いよ。さあ、ごめんなさい、福岡県16歳男の子、ラジオネーム芦沢教頭に似た女テーム。芦沢教頭に似た女テーム、女テーム、こんばんは、初書き込みです。ありがとう。僕もキックボクシングをしてるんですが、コンビネーションを考えるのが苦手です。たける先生はコンビネーションどうやって考えてますかと、はい、コンビネーションっていうのはそもそもキックボクシングってパンチキックなんで、はい、パンチからローキックとか、パンチ打った後ハイキックとか、はい、流れみたいなことですね。そうですね、なんですけど、はい、基本コンビネーションってなんか、はい、考えてこれやるって決めてやってると、うんうん、あんまうまくいかないっていうか、実際試合って相手がいるやつなんで、はい、相手の空いてるところってその時に違うんで、はい、で打ちながら空いてるところを探して蹴った方が絶対入るんで、最初から決めてやんない方がいいと思います。用意したら逆にそっちにとらわれすぎて、そうですね、これをやるって決めてたら絶対それ向こうにも分かっちゃうんで、上手い人って、あ、こうやってこうやってくるなっていう、パンチ打ったとロー来るなっていう、はい、こっちがもう決めちゃってたら分かっちゃうんで、はい、パンチ打った時に空いてるとこが足だったら足だし、はい、お腹だったらお腹だし、はい、顔空いたら顔だしっていう、はい、見ながら決めた方がいいと思います。まあ動きは練習は全部そのパターンをやっといた方がいいんですけど、その動きができるように、はい、体に入れた上で、はい、実際試合の時は、はい、どこを狙うかは後から決めるっていう。なんか今はそのキックボクシングの話ですけど、例えばね、この時期、まあ面接があって、はい、とかって話にもすげえなんか通ずるなと思って、答えをやっぱ想定して用意して持っていくと、そうじゃない答え来た時に、ね、うってやっぱなるって生徒めちゃめちゃ多くて、だからそういうのちゃんと持っていきつつ、 そうですね、その場でやっぱいろいろこう面接だから会話、はい、そうですね、そのコンビネーションだったらそのままパンチなりキックなりっていうのを考えていくのがやっぱね、うん、ですね。ちょっと面接に関しては僕あんま多分できないと思うんですけど、なんかだろうなって思って今言われたんですけど、あんまりグッときてなかったあんたよ、正直に言ってくれるから気持ちがいいぜ。たまんねえぜ、タケルはよ。あんなにドリームオブユアハートガチガチだったんだから、準備したらああなっちゃうんだ。福岡県19歳男の子、ラジオネームゆうすけ。ゆうすけ、自分は今格闘技に挑戦しようと思います。おお。自分は小学生まで空手をしてました。おお、やってんだ。中学生からプロレスラーを目指してましたが、うん、最近たけるさんと小沢さんの先月の試合ですか ね、うん、ありましたね、熱い試合を見て、俺もこんなすげえ熱い試合をできるようになりたいと思いました。お、今19歳ですけど、今から始めてもチャンスはありますか、よければアドバイスなどお願いしたいです、ということで。全然若いです。19歳、はい、はい、全然今から始めても全然いけます。なんかそのまあ、なんていうんですか、素養はある、素養あるわけじゃないですか、その空手だったり、空手やってたりっていう、うん、もうそれはもう僕も、キックボクシング始めたのはもう15歳
歳とか16歳とかなんで、はいはい、全然あのもう下地があるんで空手とかで、はいはい、全然いけると思います。こっから具体的になんか、はい、例えばどういうことをしていけばいいとかってありますか？あのやっぱアマチュア大会実績残すのがやっぱプロの一番近道だと思うので、はい、K1 って今アマチュア大会もすごい力入れてて、先日もあったんですけど、はい、K1 アマチュアっていう大会があってそこで、はい、一番上のクラス A クラス優勝すると、はい、プロデビューできる権利がもらえるんですよ。この前からそういう形式になって単純明快で分かりやすいですよね。そうなんです。今まではそういうのがなかったんですけどこの前の大会からそういうシステムが導入されて、うん、その K1 アマチュアで優勝した選手は、うん、K1 でプロデビューできますっていうのができたんで、はい、もうそれが一番の近道だと思います。じゃあ全然ありますね。こっからね全然言えると思います。やるしかないですねこれ。ゆうすけだからこれお前もう3年前にも話してるしさ、うん、だろ。ほんでもう昔からのこれ夢なんだから、はい、何にもそういうことないから、うん、ちょっと気合い入れて。そうだね、たける先生との約束でもあるしねこれはね。いやもう待ってます。もう本当にいつかだってそれでね戦うことがあるかもしれないし、はい、もしかしたらあるかもしれないですね。ねえ、はい、どうしますたける先生、もしもゆうすけがあん時の俺ですって現れたら。ぶっ潰します。怖え。にやりとして言ったよ。怖え。リングに上がったらまあ敵だ。ここはやっぱこう、まあ、う今あのそう絆がありますけど、そうですね、上がってきた場合はもう敵なんで、はい、すいません。そこは潰します。後押ししといて倒すんですね。そこはすごい矛盾が生じますけど、俺を倒していけってことだから。そういうことか、そういうことなんだね、世界は、はい、うん、からの頑張ってください本当に。もしもし、バイバイ、校長の富山です。京都の芦田です。そしてはい、もしもし、たけるです。三重県13歳風に乗ったボクサーです。風に乗ったボクサーじゃんか。風に乗ったボクサーだ。今中1だっけ。そうです。あのね、たける先生、僕たちね、はい、結構最近に風に乗ったボクサーと話してて、はい、そうなんです。あの今中1でしょボクサーさ。そうです。あ、いつぐらいからボクシング始めてんだっけ。小1です。小1からやってて、ね、こんだけキャリアあったらもう強いですよ絶対。いやそれがね、はい、めっちゃ強くて。いやそうなんですね。いつだっけあれ、今年の3月か。そうです。大会あって、どういう称号を手に入れたんだっけ。風に乗ったボクサーは日本一です。日本一。そうなんですよ。あの僕日本一になったの21歳です。じゃあもう大先輩じゃん。これは全然全然。でさ、あの時さ、あれ11月だったっけか、大会あるとか言ってたの。はい、そうだよな、うん、あの大会はどうだった。うん、その前にちょっと成長痛でめちゃめちゃ膝が痛くなってきて、はあ、そうもうドクターストップがかかってちょっと試合出れなかったです。はあ、そうか、怪我はありますか。怪我っていうか、まあ、これ成長痛はもう成長するためオスグッドじゃないですかこれ。そうです、オスグッド。専門的なことで言うと、専門的な、はい、はい、これはじゃあ、まあ、悔しかったか。そしたらそこはめっちゃ悔しかったです。次大会とか決まってんの、いつ出れるやつとか。次はいやまだいつできるかとかは、うん、まあ痛みが収まったからなんですけど、うん、一応試合があるのは4月です。うん、4月ね。うん、これさ、じゃあもうたける先生今日いらっしゃってくれてるから、はい、もう、何でもいいっすよね、聞きたいことね。いやもう何でも何でも言っとこう。風に乗ったボクサー、はい、何聞きたい。うん、今その怪我で今練習できなくって週3ぐらいでジムは行ってるんですけど、その時に後輩の練習とか見てる時に今こいつやったらどうなんやろうとか思って結構焦ってきて、そういうところでメンタルってどうやって管理していきゃいいんかなって。そうですね、怪我やっぱこうスポーツ特に格闘技は怪我がつきもんなんで、はい、まあ、これ成長痛だから、はい、まあ、怪我っていうよりもやっぱ成長するための痛みだと思うんですけど、仕方ないですもんね、はい、必要なものですか。あの中1ですよね、はい、中1なんで全然焦んなくていいと思います。あの、はい、焦っちゃダメですね逆に、はい、まだまだ先があるし、はい、もう今さっきも言った僕日本チャンピオンだったの21歳なんで、それ考えたらもう今の時点で日本一なんで全然焦んない。今怪我をまずしっかり治して、逆に怪我をしてる状態で練習するとバランス悪くなるんですよ。そこをかばいながらやっちゃうんで余計どっか痛めちゃったり、あの他のとこまで悪くしちゃったりする可能性があるんで、はい、絶対今はあの治すこと一番というか、今も成長痛なんでもう成長させることを一番に考えてやった方がいいと思います。はい、これ例えば痛い状態とか、まあ、例えば怪我とかもあると思うんですけど、はい、その間自分なりなんか
逆にそ体動かせない時って、はい、タケル先生どういったトレーニングされるんですか？いやでも、まあ、膝じゃないですか、やれることっていくらでもあるんで、トレーニングって僕も今実際この前の試合で拳骨折しちゃって、まあ、足とかも痛めてて大晦日今年出る予定だったんですけど、僕も同じ風にこう出れなくなっちゃって怪我で、でやっぱ最初ちょっと落ち込むんですけど、その先を見た方がいいんで、その大会はまあそう出れなくなっちゃったけど、その次の試合を考えた時に、逆に言うとその分こう練習する期間が、自分を作る期間ができるわけなんで、そこを有効活用、僕が今やってるのはフィジカルトレーニングっていうのをやってて、はい、普段はやっぱ試合決まると試合のためのトレーニング、試合のためのパンチ打ったりキック打ったりっていう格闘技の練習をしないといけないんですけど、試合に向けて逆に体作りの時期をできるんで、今は多分膝だと思うんで、体幹とかって膝使わずにできるトレーニングいっぱいあるんで、まあ、調べてもらって、はい、そういうのやったことあるの？風になったボクさんは。やってます。やってる。おお、そうなんだ。じゃあよりそこを強化、はい、できるところ、はい、膝使わずにできるパンチのトレーニングもあると思うんで、はい、はい、そういうのをいっぱいやって体作りの時期にした方がいいと思います、はい、しかもこの来年の4月試合予定、次チャンス行ってるんで、僕も実は復帰戦4月になりそうなんです。あら、なんで一緒だ。僕もちょっと怪我しっかり直して4月勝つんで、はい、一緒に怪我直して4月勝てるように、うわ、はい、頑張ってください。ちょっと風邪になったボクサーよ。もうこの時点でお前一人じゃなくなったからな、そうね、はい、あ、超強力な仲間できたじゃん。一緒に勝ちましょう、はい、いやー、なん俺もじゃあなんか頑張るかな。いやいやいや、一旦ちょっと一回怪我しますけど。じゃあちょっと一回武田先生にぶん殴ってもらって。ロギクロギクでいいですか。いや、ここに頼まれる。なんで顔面の手なんですか。いろんな場所あるのに。どうだ、風に乗ったボクサー、今のお話を聞いて武田先生の。結構楽になりました。そうだね、ね、はい、だからこれからもまださ、そういう他の選手がこう頑張ってるところとか見たら、はい、うん、どうしてもそうなっちゃうのはしょうがないじゃないですか。しょうがないです。逆に、まあちょっと周りの選手負けちゃうんじゃないかってさっき言ってたんですけど、うんうん、その分違う練習、みんながやってない練習ができるから、その分みんなよりか強くなれるって考えた方が、うん、はい、はい、そうだね。それちゃんと持っといて、うん、そうだね、やべえ、またちょっとこうメンタルへこんできたなって時は、うん、はい、その言葉自分で持ち出して、武田先生の声を思い出して、うん、はい、まだまだこっからよ、風に乗ったボクサー。はい、ありがとうございます。ねえ、またいつかだから対戦する可能性があるわけですよ。いますか、また風に乗ったボクサーどうします、潰しますよ、本当にもう食い気味に来たよ。目が変わんない。お前も武田先生に言ってやれ、風に乗ったボクサー言ってやれよ、お前。絶対勝ちます。わあ、いいな。いや、まあこんぐらいの気迫あるとやっぱすごいいいですね、パワー感じるんで。楽しみだね。4月勝てると思います。おお、しっかり怪我直して勝ってください。その生徒のみんながさ、はい、もう格闘家目指していてさ、うん、いつか本当に武尊先生とこうね、一戦交えるとなったらめっちゃ見たい。もうそこはもう僕は調印式立ち合わせてもらいますよ。僕は間に入って、はい、二人の握手をこうがっつり僕がね届けるってやらせてもらいますよ。よろしくお願いします、埼玉県18歳男の子ラジオネーム、いずれビッグになる。いずれビッグになる武尊先生。武尊先生のカリスマ性、はい、チャンピオンとしての風格にこれ1年前くらいから魅了されています。K-1 の武先生が新生 K-1 大きくしていってくださいと。はい、もちろんもっともっとでかくしていくんで。北海道17歳男の子ラジオネーム、ボクサースターマン。ボクサースターマン。武先生の話を聞いてなおさらプロになりたいと思いました。自分はボクシングだけど必死に頑張ろうと思います、はい、そしてすずちゃんの笑顔めっちゃ好きだし、すごく話が合いそうです。はい、いつかプロになったら関わりたい。ぜひ対戦相手だったら潰しますけどね。怖いんだよな。階級が違えば仲良くする、はい、階級違うと仲いいんだ。広瀬すずちゃんの話とかでもね、盛り上がることもあるだろうし。そうですね。さあ、というわけで、はい、そろそろ黒板の時間になってしまいました、はい、早いもので、というわけで今日は失格です。武尊先生に黒板をお願いしたいと思っております。はい、お願いします。いいですか、書いて。はい、今日はもうでも黒板に書いていただけるね、言葉、うん、もうたくさん生徒のみんなに届けてくれている。そうでしたね、あれですけども。はい、合ってるかな。ちょっとやっぱね、スクールフォースもやっぱゼロ問だったってことで。いやいや、そこを強調しないでください。文字とかね、そういうことには苦手っていう意識があったかもしれない。そんなことで丁寧に書いてくださってるんですよ。そんなことないです。
ほらもう顔がずっと不安な顔してんだもん。あのニコニコがなくなってる。違うな、これ違うな。ちょっと気づいてありますか。まあいいっすよ、とりあえず、そうです、ゆっくりね、気持ちでいいっすよ。はい、はい、ため息が漏れてるけど、大丈夫、あれおかしいな。ちょっとじゃあね、いやいいっす、とりあえず一回もうその、はい、自分の思うがままで、はい、大丈夫っす、はい、消すんですね。時間が、時間があるね。きっちりしたいタイプだ。どうだっけ、な、何を書かれてるの、いいっすよ。はい。ちょっと、後から。これ合ってます、多分。行きましょう、行きましょう、行きましょう。はい。それでは読み上げていただいてよろしいでしょうか。Dream of your heart。嘘でしょ。Dream of your heart。ここに帰ってくんの？なんとしかも英語のスペルでね、書いてくださってるわけですよ。はい。ちょっとだけお話ししていただいても、はい、この黒板について。はい、黒板について。はい。やっぱり、なんだっけな、夢を叶える強い気持ち。やっぱそれは、やっぱ、気持ちの強さっていうのは、やっぱり、一番大事なんで、僕は気持ちじゃで勝ってると思ってるんですよ、今までの試合とかも。気持ちが強い方が勝つし、何でもそうだと思うんで、はい、気持ちです。東京ヘイムから JFN 全国38局に向けて授業してきたスクロボロック下校の時間です。夢を叶える強い気持ち、はい、すなわち、あ、すなわちじゃないか、俺。意味おかしくないですか、ね、もう一回行きましょう。夢を叶える強い気持ち。Dream of your heart。 あらだす。いや、なんだろこれ。いや、いただいたよ。最終的にこの黒板になるんですね。ずっとだからここに向かって今日は2時間授業ね。そうですね、もうこれが全てですよ、もう。ですよね、はい、意味がそもそも通ってないんですよ。そこでここまで来られているし、はい、初めて今日いいんだよ、文法なんて。あ、そうなんです、ね、気持ちさえあればいいってことでしょ。もう気持ちさえあれば海外でもこれ通じますからね。ね、はい、通じない、そういうことだよ。通じんのか、いいんだよ。そうだな、人の目見てこいつ本気だなってなったらそれが全てなんだから。そうだな。福岡県19歳男の子、ラジオネームゆうすけ。ゆうすけ、さっき19歳で今から K-1 始めても遅くないですかっていう、おーおー、はい、新たに書き込みくれて、たける先生に背中を押されてやっと決心できました。挑戦します。たけるさん、いつか戦いましょう、本当にありがとうございます、と。おー、嬉しいですね。挑戦状来てますよ、ぶっ潰します。今んとこ全員倒されてる。あ、全員潰します。全員ぶっ倒されてる。今んとこね、大の字になって生徒が何人もくたばってる状態ですけど、はい、すね、笑顔で走ってきたらぶん殴られてる。こっからだよ。そういうことよ。 K-1 アマチュア出てくれたら僕大会行くんで、はい、応援します。これ、あれ、たける先生って本当に来る人でしょ。いや、行きますよ、僕も。ね、はい。なんか、うん、嘘ないなって、今日ずっと思ってますし。すぐ。ツイッターで、はい、コメントください。今回の大会出ますって言ったら僕行くんで。ちょっと、じゃあ、まず、ゆうすけ、ツイッターやってたら、たける先生のアカウントに送れ。そうだぞ。それ以外のみんなも、たける先生にぶっ潰すってリプライ送れ、みんな。みんな、どんどん行け。みんなにもぶっ潰すって返しなきゃ。炎上だよ、これ。ぶっ潰すの炎上だよ、これ。やってやろう。やってやろう。俺も後から送らせてもらいます。なんで、スクールオブロックは明日夜10時に戦い行こう。キリッ、当たって。じゃあ来年のまず4月そうですね、に向けて、はい、まずお体を気をつけて、はい、しっかり合わせてもっと強くなって帰ってきます、ね、はい、で活躍、僕らも遠くから応援させてもらいますし、ぜひ、はい、ぜひまた生放送教室、はい、来てください。ぜひお願いします。いつ来てもいい場所なんで。本当ですか。本当ですよ、はい、あ、じゃあもうすぐ行きますか。次いつですか。じゃあ空いてる。次だって明日もあるし。明日も全然いいですよ。明日はちょっと、明日はちょっと、いや、じゃあ金曜日はちょっともうちょい開けます。なんだよ、どっちだ。引けろ、別に。いつでも来てください。いや、またすぐお願いします。ぜひ、はい、お待ちしてます。レイ、また明日。スクールオブロックブルボンがお送りしました。たける先生、はい、今日ねお話これも終わっちゃったんですけど、なんかね、はい、さっきちょろっと聞いたらね、いろいろその恋愛系の相談とかも多分生徒のみんなに乗ってもらえそうなんで、そうそうそう、ちょっと次はそっちの話もお伺いして。あ、そうですね、そっちの方が多いかもしれないですね。え、はい、そっちも気持ちいいっすもんね。そっちはやっぱ気持ちです。それも全て気持ちなんでね、はい、好きな人に対してもね、です、気持ちぶつかれば絶対付き合えるんで。ちょっとね、その時間だ、今日は時間だ。気になるよ。またお待ちしてますんで。また来週じゃ。また来週。嘘。